はい、どうもこんにちは、シブキッチンです。今日はですね、スパークリングワインやデザートワインなんかに相性のいいレモンをたっぷりと使ったさっぱりとしたデザート、レモンのパウンドケーキ、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは材料の紹介をまずはしていきたいと思います。まずはこちら薄力粉ですね。それと卵で、こちらがバターなんですけど、今日は溶かしバターで使っていきます。生クリームとレモンで、こちらがベーキングパウダーですね。それと塩、それからこちらがグラニュー糖。以上の材料でケーキを焼くんですけども、仕上げにアイシング用でクリームチーズとレモン果汁とグラニュー糖、こちらを使っていきます。で、今日は型がこちらですね。ガラスのこの耐熱の型。型の大きさの詳細は概要欄の方に書いておくので、そちらをご覧になってください。以上の材料を使って今日はレモンのパウンドケーキを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずは大きめのボウル用意していただいて、こちらですね、卵、こちらをボウルの中に割り入れていきたいと思います。続いてグラニュー糖をの卵の中に加えていきます。それからここにひとつまみの塩ですね、加えていただいたら、ホイッパーでしっかりと混ぜ合わせていきます。卵が白っぽくなるまでしっかりと混ぜていきます。はい、このぐらいに白っぽくなったら OK です。卵が混ざったら、アイシング用に使うレモンの皮、こちらを削っておきます。この皮はアイシングの方に混ぜていくので、きれいに削って取っておいてください。続いて先ほど混ぜた卵の方に生クリームとレモン果汁を加えていきます。加えたらしっかりと混ぜていただいて、しっかりと混ざったら、こちらのこの薄力粉にベーキングパウダーですね、こちらを合わせておきます。そうしたら、こういったザルなどを使って粉をふるいながら加えていきます。3回ぐらいに分けるとやりやすいかなと思います。こうダマにならないようにですね、ふるいにかけるのは。で、粉を加えたらしっかりと混ぜていただいて、再び加えていきます。はい、粉までしっかりと加えて混ぜられたら、最後にこの溶かしバター加えるんですけども、この時点でオーブンを160度に予熱しておいてください。仕上げにバターですね、溶かしバター、こちらを加えていきます。はい、加えていただいたら、しっかりと混ぜていただいて、はい、しっかりと混ざったら、こちらの型に流していくんですけども、この型にくっつかないようにバターを塗ったり、もしくは今日はオリーブオイルですね、垂らしていただいて、こういったキッチンペーパーでこの型の内側に塗っていきます。型に塗れたら、この生地を流していきます。7分目ぐらいまで流すようにしてください。で、流せたら、こう底から叩いてあげて、少し生地を慣らしていきます。はい、余熱が完了したら、焼いていきたいと思います。はい、ケーキを焼いている間に、アイシング用のクリームチーズ、こちらを作っていきたいと思います。まず常温に戻したりして、柔らかくしておいたクリームチーズをボウルに入れていただいて、ここにグラニュー糖ですね、加えていきます。はい、しっかりと混ぜ合わさったら、ここにレモン果汁と最初に削っておいたレモンの皮ですね、こちらを加えていきます。しっかりと混ざったら、これでアイシング用のクリームチーズは
完成ですね。約15分ほど経ったら反転させていきたいと思います。はい、今オーブンの方に約30分ほど入れたんですけども、金串刺していただいて、生地がまだ金串についてくるんで焼きがまだ足りないですね。もう少し焼いていきたいと思います。はい、一晩置いて十分に冷やせたので型から外してアイシングを塗っていきたいと思います。型から外せたらアイシングをこの上に塗っていきたいと思います。はい、アイシングも塗れたらカットしてお皿に盛り付けていきたいと思います。軽く包丁を温めていただいて切っていただけると綺麗に切れますので、軽く包丁を温めていただいてカットしていきます。はい、こういった感じですね。はい、お皿に乗せられたら完成ですね。それでは食べていきましょう。今日は少し甘さのあるスパークリングワインですね、を合わせていきたいと思います。ではいただきます。一晩寝かせたんでかなりしっとりして美味しくなったかなと思います。焼きたてよりもやっぱりこう少し寝かせてしっとりさせてあげた方が美味しいですね。ではいただきます。うん、かなり素朴な感じの味わいなんですけど、このアイシングを塗ることによってすごいこうレモンの爽やかさが加わって、ちょっと甘口なスパークリングワインですねと非常に相性がいいですね。想像以上にスパークリングワインに相性が良くて本当おすすめです。